どうもこんにちは、もやです。レベル20に到達するっていうことで、なんか自分なりに動物の森少しだけまとめて、でちょっとまあダラダラとまったりと喋っていこうかなって思います。動物の森、想像以上にこんなにハマると思ってなかったぐらい、ハマってるんですけど、まあどういうゲームかっていうのをすごい説明しにくいんだけど、まあ動物のミッションをこなして動物を仲間にしていくみたいな、もう単純に言うとそんな感じなんですけど、とりあえずまあとりあえず喋りかけてってちょっとレベル20にします。はい、動物が求めるものを差し出し仲良し度を上げて、でそれが経験値となってレベルが上がっていくみたいな。 BGM、ギコちゃんの BGM をちょっとお借りしてます。この BGM が動物の森に当てはまりすぎててこの BGM をちょっと使わせていただいてます。はい、どうちょっと話しかけていかないとレベルが上がんないんで、ちょっと、はい、とりあえずレベル20に上げていきます。はい、今のところ課金額は、13,000円ぐらいかな、13,000円ぐらいは課金しました。で、課金するところどこだろうっていうふうにすごい思ったんですけど、リーフチケット、この真ん中の上のやつですね、これの使いどころなんですけど、まあ至るところで使えるんですけど、どこが一番効率がいいかっていうふうに考えた時に結構難しいかなっていう感じで、で多分使おうと思えば無限に使えてしまうんですよね。だからいかに効率よくここでっていうのを考えたら、僕的にはここだなっていうのが見つかったんで、ちょっとレベル20にならないですね。ちょっと待ってください。このマップの自分のキャンプ場にいるこの動物たちじゃない外にいる動物たちに話しかける際に欲しいもの、おねだりチケット、お願いチケットだっけな、そこの部分で使うのが一番いいかなっていう。そうするとコスパ的にもいいかなっていう。なんか木の実、あと木になる果物とかそっち系なんですけど、3時間に1回しか取れないんですけど、あそこら辺はちょっと卑怯な技になっちゃうんですけど、あれ固まった、あ、いったいった、あの果物系は卑怯になっちゃうんですけど、あっちはサブアカを作ってしまえば、サブアカとフレンドになってあの果物用のアカウントを作って果物をあの大量に作り上げることができてしまうという、まあ、ちょっと卑怯なんですけど、それができてしまうんですよね。だからそこはリーフチケットの使いどころではないのかなっていう。あとリーフチケットの使い方としては、多分クラフトの時間短縮だとかそっち系に使うんだと使うのが一番いいかなっていう。ちょっとたまんないですね。ちょっとマップ行きましょう。はい、とで、マップのあのこの動物たちにおねだりチケットずっと使い続ければ、じゃあレベルが上がるのかっていうと、そうではなく、この他の動物って上限が決められてるんですよね。3回かな、おねだりチケットを使える回数が3回ぐらいな。あ、アゲハチを逃した。ちょっと今話しかけに行きます。超シカと、はい、こいつでマミーですかね。はい、とマミーにあげて、じゃあちょっとマミーで試します。お願いクリアで、さらにサンゴあげると、あれあげる、でさらに多分3回あげられると思うんだけど、もう1回あげたっけな、あ、あげられる、あげる、でこれで多分1回のお願いが終わるんですよね。で
あ、まだ上がんない。世間話しましょう。一回。はい、と。これでレベル20になるはず。5から6に上がって、経験値が手に入って、これでレベル20のはず。はい、と。で、レベル20になると何が解放されるのかちょっとまだわからないんで、どうだろう。あ、結構、クラフト材料を持てる数が上がって、お願いチケットと、持てる素材数増えた。で、リーフチケット10枚ゲット。レジャースポットに遊びに来る動物が増える。カタログが増えてましたね。オッケー。はいと。レベル20です。で、必要なものあるって聞いたときに、これですね。ここで使うのが一番いいと思う。あの、蝶とか魚とかは無限に出てくるんで、時間短縮のためにリーフチケットを使うってパターンもあるんですけど、そこはガツガツ捕まえれば、どうにかなるんで、大丈夫。で、よくなんかベルってどうやって稼ぐんですかっていう、なんかライブ中に質問があったんですけど、そこはもう、ひたすら海山川、海山川って言って、もう、山があるかどうかわかんないですけど、この虫、川魚、海魚って言って、もうひたすら、海魚ってちょっとおかしい。そう、海、川、虫っていうずっとランニングをしてると、永遠と捕まえることができるんで、それらを、売却しまくったり、バザーで売ったりっていう形でベルを集めていく。しかないですね。しかない。はいと。で、さらに必要なものあるか聞くと、アジがないのか。アジ捕まえに行きます。ちょっと時間短縮するために、ちょっとリーフチケット使いますか。アジを捕まえに。アジ捕まえます。ちょっとさらっと網で捕まえちゃいます。ちょっと時間がもったいないんで。うっかりマグロ取れないかなっていうのを期待しながらね。うっかりマグロ取れないかなっていう。よいしょ。マグロ 0.25% とかかな。あ、アジ1匹ですね。あ、ちなみに、確率ってどこで見るんですかっていう質問がちらほらあったんで、ここですね。この網とか蜜を使うところの右下の詳しくっていうところを押すと、ここにパーセンテージが書いてあるんで、これが確率になってます。これは網とかも多分変わらないのかな、おそらく。で、錦鯉とかマグロとかに関して、こっち、モルフォチョウとか、この、ここら辺はちょっとゲットしてないんで、いくらで売れるかわかんないですけど、マグロとか錦鯉は高額で、売買されるんで、ベル集めるのには、いい感じですね。それではちょっと、もう一匹アジが足りないんで、ちょっとアジのために網使います。よいしょ。マグロ！あ、取れないですね。とりあえずアジ3匹ゲットしたんで、さっきのマミーのところに戻って、マミーのミッションをクリアしていきます。はいと。さあ、いきます。で、マミー。で、アジを差し上げます。で、これで1回のお願いチケットの上限が終わるはず。3回っていう形だったはず。で、あれですね、さらに、あ、まだいけるか。これ回数とかって決まってんのかな？決まってないかな？よいしょ。で、お願いクリア。ちょっと間違ってることばっかでごめんなさい。3日で今やれる限りでやってる感じなんで。で、これでお願いが終わるはずです。で、さらに必要なものあるかって聞くと、あ、なくなった。これ何回か回数っていうのは、時によって違うのかな。で、このお願いチケットを使って親密度、仲良し度を上げていくのが一番レベリングとしてははかどるんで、あとはもうひたすらここら辺を取る感じですね。字でやってます、僕は。そうですね。間違ってる方法かもしれないんで、でやってますにした方にします。はい。で、マップの右上で車が
カスタマイズできるんですけど、今、3段階かな ?3、1、2、3、4か。4段階目なんですけど、1万ローンで、3万ローンで、次5万ローンだったんですけど、その次で今10万ローンなんですよね。で、10万ローンで今非常に苦しんでます。10万ローンってどうやって払えばいいんだろうって思って、お金がクラフトとも並行していくと全くたまらないっていう状況なんで。ここですね、カスタマイズ。あ、これ違う。ちょっとですね、このメニューのローンを見てもらうと分かるんですけど、10万なんですよ。これが非常に高くて、もうどうにもならない。今の現状。だからひたすら網とか蜜とかでマラソンしていくしかないと思うんですけど、とりあえず、4段階までカスタマイズした車の中、結構おしゃれになってるんで、こんな感じですね。結構広くなりました。現実でこの車があれば旅できちゃうなっていう感じですね。ちょっと欲しいですね。僕旅出たいんで。で、2階もこんな感じですね。2階は何もないんですよね。これ今後なんか家具とかできるのかなとか若干思ったりするんですけど、まあ、こんな感じですね。はい、どうも。なのでリーフチケットをできる限り省エネしたい人は、ああ間違えちゃった、お願いチケットに使うのが一番いいんじゃないかなって個人的には思います。はい、まあ、そんな感じですかね。で、まあこんな形で動物の森結構結構やっちゃってます。はい、なので Vlog みたいな形で今後こうゆったりこんな感じ、今こんな感じっていうのを今後とも続けていこうかなって思ってるんで、もしよかったら、ご視聴のほどよろしくお願いします。はい、今回の動画は、以上にします。動画ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。